はい、ね、八角部屋でエゴサーチをすることもたまにやってるんですが、はい、でこの前それで発見したネタっていうかさ、うん、ネタもうネタって呼ばせてもらいますけど、うん、それでねっこさんっていう人が発端になって見つけたネタで、うん、まあ面白いことになったんで、結構だからそれねっこさんの八角部屋さんがどうのこうのって言ってたやつから、八角部屋に見つかってしまえみたいなやつか、うん、から発端になって立花さんの命に止まって刑事事件になりそうになっているというとこまで行ったから、うんうん、それで味を占めたんかなこの人は言い方悪いけど味を占めたんですかねとかそれで第2弾で八角部屋さん次はここですっていうね、うん、やつが来た。これなかなかいいなと思ってた、うん、これで八角部屋さんって呼びかけてくれたら俺もなんやろうなってエゴサーチするんで一応、うん、1日に1回ぐらいは。で、それで発見して面白そうなネタやったら、やるかもしれない。全部やるとは言いませんよ、はっきり言って。その、ブワーって、もう、これからこんなこと言っていっぱい来て、それで全部やれ言われたら無理なんで、うん、でもいいな、こうやって教えてくれるのはいいかなと思って。うんうん。うん、今はさ、少ないので、その、呼びかけてくれるのが。全部取り上げられるけど、これから分かりませんよ。もう、まあ、増えへんかもしれんけど、そんなん。うん、これいいな、もう教えて、こんな方式で教えてもうたらいいなと思って、うん、でこのネタなんですけど、もうネタって呼ばせてもらいますよ、はい、ちょっと失礼ですけどね。いやそれまず発端のやっぱり大津彩香さんのさ大津彩香さんの発言が発端なわけ、まあ、聞いてみましょうか、うん、とりあえずね。 NHK 党の立花孝志氏に意見をした者は詩人であれさらされ、徹底的に組織的な嫌がらせを受ける。今般の選挙もそうですが、彼らの長年にわたる蛮行をずっと野放しにしてきた結果です。そもそも法律を抜け穴なく完璧にすることは不可能です。現行法の範囲でも、その制度を本来の目的に沿わないやり方で悪用する人には、自民党の裏金問題にも言えることですが、糾問の必要があるときに、しっかりと責任を取らせなければ、これはずっと続きます。続きますってなんか急に途切れたけど、まあそれはいいですわ。それはいいとして、一言言わせてもらっていいですかね。はい。まず俺から一言だけ、うんうん、お前が言うな。もうこれ今見たその通り、うわー、もう今見てる人、その通り、その通り、師匠その通り、師匠は5球やのにって、もう4球あげてもいいかなぐらいになってるのに、バーでもその通りその通りって、うん、お前が言うな。でも俺が言う前にこのマッシューさんっていう方は、うん、だいぶこの方ね、その大津界隈にひどい目に遭ってるっぽいので、うん、もうこの件であれこれ言うつもりもなかったけど、さすがにどの口が言うのって言ってるので怒りしかない。だからお前が言うなよな。だからそれこそな、民族党の大津彩香氏に意見をした私は詩人であるにもかかわらずさらされ徹底的に組織的な嫌がらせを受けたんだけど、あなたの数々の蛮行をずっと伸ばしなしにしてきた結果なんじゃないのか、ふざけるな、らしいですよ。具体的に何をされたのかわからないんですけど、マッシュさんが、うんうん、だいたい想像つくよね。だから一番わかりやすいところで言うと、まあ、俺がたびたび例に出している青汁王子襲撃事件、うん、青汁王子襲撃事件もな、弟子なん見とかなあかんで、あれわかりました、必須必須、わかりました、じゃあちょっと見てきます。あとにせえややっとかんとな、はい、あとにせえはやっとかんとな、はい、うちのお約束です今のやりとりはうちのお約束です、うん、最近してなかったなと、うん、じゃあ見てきます、あとにせえやはうちのお約束です、はい、それはいいとして、はい、まあ、青汁王子が、うん、まあ、いるやん青汁王子という人は、うんうん、青汁打ってお金持ちになった人がいてさ、うんうんうん、それなんか大津彩香さんになんか意見、大津彩香さんちょっとこれはどうなんかなって思いますよみたいなことを言ったのよ、ポロッと、うんうん、それを言ったばっかりに、うん、黒川押しかける、おぶつ人間黒川が押しかけて青汁王子のとこにな行ってな、うん、その時のな、あれもな、あれだからその青汁王子の動画の中に入ってた話だと思うんだけど、うん、大津彩香さんがそのことを指示した証拠まではないねんけど、うん、まあ黙認してるようなことを言ってる音声やったと思うんだけど、それが残ってんのよ。それ、うん、青汁王子の動画の中にあったんかな。俺はそこで見たと思うんだけど、まあ見てください。それは。で、何を言ってるかっつうと、青汁ヒルズって言って、その、青汁王子が建てた、ま、なんかビルっていうかマンションなんかな、うんうん。うん。お金持ちやからさ、ビルぐらい建ててんやろな。うんうん、で、そこに、まあ一般の人とかも住んでるらしいんだけどな。
うん、ヒルズの中にはさ、でそう、一般人の一般の人とかもいんのに、そう、青白王子に関係ない人とかも住んでんのに、そこにいてさ、お仏人間黒川いてはなんかうわーわーって青白王子はこんな悪いことをしてる人間ですみたいな感じで凱旋スピーカーで凱旋して、もうそこのさ住人に迷惑はかけるっていう、そういうことをしたわけ、うん、でな、その凱旋突也いわゆる、はい、まあ、嫌がらせやな、はっきり言って、うん、そんなもんどっからどう見ても嫌がらせやわな、うん、それをしに行った黒川なんやけど、うん、それを黙認している証拠が残ってるのよ、まあ、指示までは言わへんけど、うんうん、実質まあ黙認しているような証拠、どういう音声かつとね、はい、青汁ヒルズの中にはなんかその知り合いやったら誰でも利用できるようなバーがあるらしいんですわ、うんうんうん、そのバーに、うん、まあ、大津彩香は行ったことがあると、うん、私あの青汁ヒルズ の, あのバーに行ったことあるんだけどつって、あの青汁王子に言っといてほしいことがあるんだけど、あれ誰に向けて言ってるのかちょっと忘れましたけど、ほら、うん、あの段持ちの方々教えてください頼りっきり、はい、先輩にね、先輩教えてくださいスタイル、はい、その青汁王子 の, あのバーに行ったことあるんですよ私、あるのよ私みたいなこと言ってて、あそうなんだみたいなのが、うん、言ってて、相手が聞き手もなんかおったけど確か、それで青白王子に言っていてほしい、言っといてほしいことがあるんだけどつって、何何つったら、私あんたんとこのトイレでうんこしたことあるよって言っといてつって、何だまでなんかご感想はありますか。いや、えってそうやろ、もうえってしか、ちょっと待って、はって今ポカーンでしたやろ、ポカーンです。だからそういう言っといてっていうことはさ、今から行くんでしょって、だからそのうん突に、だからついでに言っといて、私うんこしたことある、あんたんとこ行ったことあるからねって、そこでうんこしたこともあんのよって言っといてっていう、だから黙認やわね、事実上の、うん、そういうことやね、そういうことをやることを、まあ実質、まあ言い換えるとやらせたと言ってもいいんじゃないですか、事実上の黙認なんやから。前も言ったけどあれですよ、土佐勤王党の武市半平太かな、幕末な、うん、そしたら勤王党の、まあ、坂本龍馬のとかの旧友みたいな人たちがいて、はい、そしたら勤王党っていう組織があったのよ、うん、それでその武市半平太っていう当主がいてさ、はい、それでなんか都合の幕末やからさ、自分の考えと異を唱えるものは自分の考えとは違うものを排除するという考え方に取りつかれてしまうね、うんうんうん、武市半平太は、うん、でそこで武市半平太は、うん、なんか都合の悪い、武市半平太にとって都合の悪いやつがいるとするやん、はい、まあなんか丸×三角みたいなやつがいるとするやん、うん、そういうやつがいるとするやんか、うん、それはな、丸×三角をやってこいとは言わへんわけ武市半平太は。でどうするかっつったら、ああ丸バツ三角か、ほーん、なんかこいつ邪魔やなーっていうわけ。そしたら、うん、横でな、ずっと武市半平太についている岡田伊蔵っていうやつがいいのよ、うんうん、知ってますか、うん、聞いたことある、うん、話自体知ってる、話自体は分かんないけど、うん、まあなんか岡田伊蔵っていうやつがいたの知ってる、はい、人斬り伊蔵って言ってさ、うん、言ったら暗殺実行犯みたいなやつがおって、はい、で別にだから武市半平太は岡田伊蔵に丸バツ三角やってこいとは言わへんわけ、うん、なんとなくこう、うん、丸バツ三角か邪魔やなって言ったら、うん、スーッとさ、はー、岡田伊蔵はスーッと出ていって、はい、その丸バツ三角をやると、うん、わー、それを思い出しますよね。なんか、あ、なんか青汁王子鬱陶しいわーって言ってさ、誰かがね、この前誰か言いませんよ、なんか、うん、青汁王子鬱陶しいわーって誰か言うと、うん、それを聞いてたお仏人間黒川スーッと出て行って青汁ヒルズに行って、うんうん、なんとかなんとか青汁ヒルズ、青汁王子はこんな悪いやつで皆様ご存知ですかみたいな感じで、うん、やから行為をするわけ、はい、同じじゃね土佐勤王党と同じやね、やってることがね。分かりましたか。だからそれをなんか証拠あんのか言うと、まあ間接的な証拠ですけど、お前んとこにでうんこしたことあるよって言っといてねっていう、そういう音声が残ってるのが、まあまあまあ証拠になるんじゃないかなという感じがしますけど、
まあ、それと似たようなことをされたんやろね、このマッシュさんはさ。はい、もう分からへんけど、まあそういうことなんやろね、うん、詩人でも、だから青白王子も詩人やからな。そうですね、有名人ではあるけどさ、うんうん、ただの企業の社長なわけでさ、そこに嫌がらせを受けてなんかされたんやろな。そんとこ、その辺のことよく分からないので、ダンモチの皆さん、はい、マッシュさんの件についてはコメントでよろしくお願いします以上です。はい、はい、付け足しなんですけどね、はい、あのそうやって土佐勤王党のようにさ、なんとか邪魔やなって言ったら、手下であるね岡田伊蔵がスーッと出て行ってやるって、はい、今思ったんやけどさ、それを国政政党の党首がさ、うん、やる、それをやだ、ほんまどこぞのどこぞのどこぞのあれやねんって感じやねほんまに、うん、あそんな国政政党の党首がさ、そんなさ、なんかな、すなあやるなんて、そんなことするなんてさ、共産党でも興味あらへんで、きっとほんま悪いけど、まあ、お前んとこくらいやぞ、そんなことやらしてんの、はい、以上です。はーい。